皆さん、こんにちは。タナメリー税理士のガイダンス講義ということで、えー、本日はですね、簿記論代表の合格発表を踏まえた今後の対策ということでございまして、まあ、こちらあー、私がね、このガイダンス講義、収録させていただいているのは11月30日になります。まあ、本日、えー、国税庁の方、国税審議会の方からですね、 えー、今年度の税理試験の結果が発表されたというところがございますんで、まあ、結果発表を受けてですね、えー、今後まあどういうふうに学習プランニングを立っていくとかあそういったところで、ね、いろいろご検討いただく時期になろうかと思いますんで少しまあそういったご参考になればということでお時間30分ほど頂戴いたしましてね、えー、お話のをさせていただくというところになります。ままず遅くなりましたけどね、あのー、今回の試験 無事ですね合格された方あ大変おめでとうございましたあまあねこの1年間なら1年間しっかりと頑張りきった結果というのが一つの成果として出てたというところでございますんで、まあ、そういう方はねあの今年気持ちよく年末年始をお過ごしいただくこともできるでしょうしまたあ来年度別の科目をご受験いただく方々はね、えー、そちらに向けてまた一層ね気合いを入れて勉強を取り組んでいただくこともできるから、まあ、非常にね えー、喜ばししいいい状況だとと思まます、ねまあ、本当に、ね、おめでとうございましたよかったたですね、えーまあ、ただただ一人にね結果が出たというのは皆さん方がここまでね頑張ってこられた証ですから、まあ、それはね自信として自分の中にしっかりと持っていただいて今後の勉強につ、ね、なげていただければいいかなというふうには思います。でただね、まあ、やっぱりあの税理試験というのは難関ですから。 あ一生懸命頑張ってくださった方々でもお思った通りの成果につながらないということはこれはまあまああります、えー、実際にね、まあ、今日お発表があったばっかりですけどすでに、まあ、私のところにもですね何人かの方から受講生さんからご連絡をいただきましたまあ,あ大変喜ばしいことでダブル合格できましたと、まあ、私の母材オーダーのクラスの方でもですねダブル合格していただいたと、まあ、いうご連絡をいただいた方々ももうすでに複数名おいでになりますし。 えー、残念ながら簿記論の方は失敗したけども財表だけは成果は出ましたというふうな方も3名ほどおいでになりましたでダブル合格された方の中にはねあのかつて私があのご主人の方で、ね、担当させていただいて、えー、合格していただいてでそしてですね今年度に関しては奥様があー私のクラスの方においでいただいて、えー、幸いのことに奥様が今年無事ダブル合格されたと。 まあ言う方もおいででになりますんで、えー、ご夫婦揃ってですね合格していただくこともできたんで、まあ、私もねあの非常に、えー、発表当日そういうご連絡をいただけて大変嬉しく思ったところではございますがただ今も少しね、えー、話し始めたところではあるんだけども一生懸命頑張ってもねやっぱり、えー、うまいこといかない時もある、まあ、それが難関試験としての税理士のやっぱりある意味差がなんだよね。で残念ながらあ今年1年 まあ私も多くの受講生さんを見させていただいた中でもね、まあ、特に通学の方々っていうのはあ面と向かってね日々一緒に勉強を進めてるっていうところもあったんでまあ,あ今年ね私の中では、まあ、一番ぐらいかなっていうぐらいに頑張ってくれた人がいたんですけど、まあ、その方がね、まあ、試験当日にねちょっとやっぱり頑張りすぎたところもあったのかなとは思うんだけどもうまいこと。 お問題回答ができなくて、もう力は十分あったんだけどね。えー、本当にギリギリのラインで結果が出なかったという風にご連絡をくださった方もいらっしゃいます。まあ本当にね、あのこういうのはあ私の方も聞くのも辛いし、何よりもご当人が一番辛いことだと思うんだけどね。頑張ってた姿を見る、えー、見てきただけにですね、やっぱり私も非常にそこは辛いところはある。ただまあやっぱりね。 ある意味これが難関試験の差がなんですよ、ね、まあだって、えー、今回もね、えー、税理試験の受験動向国税庁の方が発表されてますけどもね、えー、今年も、まあ、例年通りっていうのかなそもそもですよ私どものようなエルブ子を使ってですね9月ぐらいから勉強を始めてこられる方々がいっぱいいらっしゃったんですよでその方々が大体ゴールデンウィークの直前期までしっかり勉強をやりきれる方ね えー、税理士の勉強を始めてまず予備校の授業の基礎期の段階がしっかり終わる方っていうのがまあ私どもね目標としてはあ10人始めていただいたら10人とも本試験まで持ってってなおかつ10人全員受かっていただきたい、まあ、そういうつもりでやってはいるんですがやはり予の勉強は非常に大変ですからあいろんな条件もあるんでね、えー、10人お始めいただいても 残念ななががらら直前期までで続けていいいただくことができない方もいらっしゃいます、えー、したがって、まあ、私のざっくりした感覚ですけどおおむねですけど7割8割ぐらいの方が,直前,期があ直前期にお入りいただける逆に言うと、まあ、3割ないしはもしかすると4割ぐらい下手するとそんぐらいの人がね、えー、途中で受験自体を諦めてしまういう方も実際いるんです税理士って。でなおかつですよ 直前期が始まる頃っていうのは受験手続きをお取りになることですから、あこれはね国税庁の方でも出してますけど、今年もですね、模試に関して言えば受験手続きを取られた方の中でよ、実際受験したのは7割ですから、ねえ言い方変えると5月ぐらいまで受けるつもりで手続き取っても3割の方は受けこないんですね。それはもう理由はいろいろあるのかもしれないけども、まあ、結局受ける必要性っていうか、ああ受けることの意味みたいなものを感じられない。 おおむね、そういう方は、成果が出せる自信がないから、いうところだと思うんです。やっぱり、それだけ厳しいんだよね。だから、本試験に挑むところまで持ってかれる方々。自体が、まあ、例えば、九月ぐらいから勉強を始めた人を全体一と見たときに、下手すると、多分五十パーとか四十パーとか、そんぐらいになるんですよ。でその中である意味、そこに入るだけでも選ばれた人たちだと僕は思うんですけども、その中で、さらに競争試験ですからね。 やっぱり非常に競争の土台いは厳しいしで当然皆さん方試験受けるところまで頑張ってくださった方々っていうのはそれなりに思いを持って勉強をやってくださってるからあいろんなことを吸収しようでいろんなことをこなそうというふうに、うん、まあ多くのことを犠牲しながら勉強されてるんでねやっぱり本試験の会場では持ってるものを全部出してくんうくなる持ってるものを全部出そうとするがゆえそれが空回りしてしまってね本当は力はもっとあるのに。 え結果が出ないとこういう方もいっぱいいるんですね,ねだから今日連絡くださった方なんか僕なんかもうずっと見てましたから、ね、よくわかります、えー、彼女だったらもう間違いなくるかるだろうと僕は思ってましたあそれぐらい頑張ってくれたんでただやっぱりねうまいこと回んなかったあ少し空回りして,ますし,てしまったあ本試験の会場で舞い上がってしまった、まあ、こういうのは実際あってねうまいこといかなかったっていう方も実際にいらっしゃる。 まあこれはねあの税理試験に限らず難関と言われる試験は全般的にこういう傾向が見れるものなんでだからしっかり実力を持ってなおかつそれをしっかり試験会場で答案に打ち出すことの難しさやっぱりこれもね今年も改めてですけど私も実感した次第です。でただまあ今年の試験に関しましてはあの結果振り返ればなんですけど 全体的に税理試験はあの合格率がちょっと高めの科目が多いんですよね、まあ、あ相続とか消費とか、まあ、ここら辺は相も変わらず低い、えーね、安定みたいなところがありますけども募金論財表に関して言えば今年募金論は17.4%ですから募金論としての率はやっぱりちょっと高めだとは思います、えー、少し高めの標準にはなっているかなという気はするけども、まあ、これぐらいの率だしね 残票に至ってはもうかなりちょっと戻ったなっていうところがあってねあの今年はもう28%ですからねまあでもこの間の試験なんかの特性からするとやっぱりこれぐらいいくかなっていう気はするんだよねえー、まあ特に残表は、まあ、本来あるべき形っていうかな私も授業中ずっと言ってますけどもとにかく計算力重視、えー、この前提でやっぱり勉強を進められた方は軒並み成果出しやすい試験でしたね。 まあ近年の試験の動向としてはいわゆる理論のセクション第一問第二問の中で、まあ、今年は第二問でしたけどもう個別の計算論点が入ってるんだよね。そうすると昔の僕らの時代みたいにとにかく代表的な理論を丸ランしてそれを覚えたきはそのまま書くだけで点数を取れるともうそういう時代じゃなくなった、ね、当然暗記で対応する部分もありますよ。ただだ暗記でで対応すする部分だけでじゃあ点点も40点も取れますかって言ったら無理なんだよね今。 あやっぱり、えー、最低限度の理論の暗記プラス計算能力を構築しておくことによって、まあ、理論はいいとこ25点から28点ぐらいまあ取っといてじゃあ残りはっつった時にやっぱり私の受講生さんの中で合格しましたというふうにご連絡いただいている方々ってね私は常日頃受験件で計算材料の計算の目標ってのは最低40だとどんな問題でもやっぱり加減40と考えてくれという前提僕言ってるんでまあ実際ね あの今年の試験終わった後も自己採点ベースではありますがおおむね40ぐらいいける人いるんじゃないというところはお話をしたんですけどやっぱりまあそれに近い状況の方々って軒並み今のところ連絡いただいた方々は受かってますんでまあ計算力がやっぱり重視っていうのはもう間違いないんだよね。で代表なんかはやっぱりそれを前提にしっかり取り組んだ方々は成果が出てるし。 逆に言うとまあ何とも言えないところはありますけどやっぱり計算で点数伸ばせない方々っていうのは正直かなり厳しいんじゃないかなと私は思ってます。えー、じゃないとねやっぱりこの28%って合格率は説明つかないですよ。だって今年の理論なんかは、まあ、そういう計算論点も入ってたっていう話はしたけどね理論の題材自体がそんなに解きやすいかって言ったらそんなに解きやすいものはないので多いわけじゃないのでね。そうすると 理論でがっつり点数を取って受かりましたっていう人そんなに多くないと思うんですよ正直えー、一般論としてでこれはうちに限らずね他校さんの動向を見ててもおそらくそういう傾向は強いのかなという気はするんでまあやっぱりそうすると顕著にその計算力っていうのがねもの言う試験だったのかなと思いますまあただね財表なんかあの4年度の試験自体があちょっと合格率が低めだったんでね14%ぐらい財表としてはかなり低いですよね まあ普通の税理士の科目としてはまあ普通なんですけどおただまあこの時だったね私どもの母材オーダーの受講生さん方は結構な比率で財表は普通に受かってますんで、まあ、そっからも明らかですけどねやっぱりあの計算能力高い人ってのは財表は成果で出やすいんですねで計算能力をしっかり高めておかなかったら逆に言うと多少率が高くなったってその中には入れない、まあ、これが顕著になってきたのかなっていうのは まあ今年の試験の動向を見てでもまあ私は思いましたね。で今年度まあそれだけ合格率出ましたんでまあ材表に関してはちょっと高めだよね正直言ってまあも高いのが材表ですけどその中でも高いかなというところは正直ある。ねただまあ材表自体はまと、あ、もがこういう形っていうのかなここ10年ぐらいの前提で見ればそれぐらいの傾向がやっぱり普通なんでまあここまでいくのはなかなかないですけど。 20%を超えること自体は別に珍しくないんでねまあそうなってくるとやっぱりねしっかりと勉強の仕方っていうのを方向性定めて、えー、計算重視っていう方針打ち出してやっておられる方々であればあやっぱり結果が出やすいというのが財布の特性だったのかな、まあ、逆に言うと簿記論なんかはまあ簿記論としてはやっぱり率ちょっと高めかなっていうところはあるけどもまあこっちはある意味、えー、標準的っていうところもあってね で今年の試験に関しては、まあ、私どもなんかも山を張ってた論点ではあったんですがやっぱり帳簿なんかも出てるしああいう帳簿組織なんかそうだけどね、まあ、ちょっと私の想定を上行くような問題も入ってたから全部はときれないところもありましたけどねただやっぱり簿記論がある以上帳簿体系なんていう基本の知識ってのはしっかり身につけておくのは当たり前の話であってですねでそういう点からしてもやっぱりそうね しっかりやるべきことをやってた方々にとっては比較的結果は出しやすかったのかなという気はするし第3問あたりは製造業出ましたしねで製造業なんかは必ずしも確率高い話ではないけども、ね、ただ僕授業中にもずっと言ってたんですけど製造業ってあの出た時にできる人できない人の差が明確に分かれるんですよね。 だから出た時にやっぱり基本の過程はしっかり終えるようにしておかないとこれ本当に怖いですよって話は僕授業中にもずっと言っててえーだから必ずしも取材可能性が高いとは言わないけども近年の傾向で言ったらやっぱり製造業ってどっちかっついうと代表の傾向なんで簿記論ではどうかなとは言ってたんですけどただやっぱりねえそういう特性があるものなんで最低限度の対応はできるようにしてくれということは言ってたんでねそれをしっかりやっていただいた方々にとってみれば正直なんてことないレベルのものだった。 ああいうところになりますんで、まあ、しっかりそういった点を攻めることによって点数を積み上げることができたっていう人はねまあ、ありかし意外と第3問なんかも点数を取れして第1問の帳簿なんか対策を取ってたほは何の問題もできた話なんでまあそういうところがうまく回ってですねうーんいい結果につながった方もいるのかな多いのかなという気はするたださっきの話じゃないけどねやっぱりそういう対策をしてしっかり日々勉強をやってた方でも本試験の波っていうのかな。 その雰囲気に飲ままれてしまってしっっるる力が出せなかったとっう時もあると思うんだ,、ね、だから、まあ、皆さん方の中にはですね、えー、結果を受けてですよもう後悔の念しかないよっていう方もいらっしゃると思うんだよね。本当に立ち打ちできないもので受かんなかったらそれはある意味諦めのつくもうしょうがないわというところもあると思うけどね、えー、ただやっぱり募金の受験生さんも代表の受験生さんもさっきの話じゃないけど試験会場に行くっていう方々はそれなりの準備をしっかりやって。 それななりにいろんなものをかけてねやっぱり試験解消に挑んでいるで本試験の問題に向き合ってますからやっぱりね、えー、うまく持ってる力を出し切ることができなかったっていう時には非常にね後悔を感じるところはあるし辛い気持ちになられてる方もいらっしゃると思うただ皆さん決してね、えー、合格できなくても仕方ないなんてことを僕言うつもりはないけどもただそれっていうのは 皆さん方が目指される税理士試験というのも難関であることの証なんですよ。で、これは皆さんにとって大事な大事な経験なんです。で、税理士試験なんていうのは一回二回落ちるの当たり前です。ね。まあここでね落ちたからしょうがないじゃんなんて思えないと思うよ。思えないと思うけども、やっぱりみんなが一生懸命勝負に向けてその本試験という勝負に向けていろんなものをかけてやってきているものだから。 ね、たまたまうまく回らないことがあって失敗してしまうことってどうしてもあるんです高いレベルの競争だから、ね、だからここで、えー、培った経験をねただ単純につらいんだで終わらせるんじゃなくて、えー、ぜひ今年の悔しさみたいなものを次の試験につながるように、ね、自分の行けなかったところはどこなのかどういうところに失敗の原因があったのかそこをしっかり取り込んで、ね、改善すべきところは改善していくそうすれば来年以降 例えば別の税法をやる時だとその経験は生きるわけですよ、ね。それをコツ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 積み重ねていって税理試験というのは5つ揃えるそういう試験ですから。ね、だからまあ慰めにもならないとは思うけども決してこれは無駄ではない。つ、ね、らいつらい経験だとは思うけどもその経験は決して皆さんにとって無駄にはなりません。ね無駄にはなりませんからぜひねえ前向きになれって言っても厳しいかもしれないけども僕は前向きになってほしい。 ここで辛い経験をしたんだからその辛い経験だけで終わらせるんじゃなくてねここで、ね、自分が感じた経験上の、ね、勉強に対する対策の仕方自分は何が足んなかったのか何がいけなかったのかどうしてこの点数で止まってしまったのかそこをしっかりと見直して来年以降へつながるように是非していただきたいというふうに思うんですね。でその時に、まあ、もう1回 来年以降もね今の持てる力をしっかりと発揮できるように例えば簿記論財票ね、いい結果につながらなかった科目をあえてもう一回選択するっていうのは僕は一つだと思います。でその一つだと思うんだけどその時に例えばですよねあると思うでこれは別にうちに限った話じゃないんだけども大体どこの予備校でも受験経験経者者向向けけのの上級ククララスススみたいのももああればあ初学者向けのスタンダードクラスもあるじゃあどっちを選ぶかっていうところもやっぱりしっかり考えた方がいい。 ね、でこれはね一回試験を受けたからじゃあ僕は受験経験者とかそういう次元の話ではないはずです。ね、あ結局のところやっぱり経過通知結果通知を見た時に得点というのはついてるわけですから、まあ、ざっくり私の感覚で言うとですね50点オーバーぐらいであれば受験経験者向けのクラスを調校し、まあ、それで受験対策を進めるっていうのは何の問題もないと思うただ逆に言うと。 例えばボロンに関して言うと私メインが担当がボキロンなんでボロンに関して言うとそうね40点台前半とかの結果になってしまったっていうことであればここはやっぱりね僕は基礎機の授業を初学者向けのクラスからちょっと弱点をしっかり固めた方がいいのかなっていう気はしますよ。まあそれは各予備校の仮ュのムの違いなんかもあるんでそれぞれの学校の担当者の方に詳細は相談いただいた方がいいとは思うけどもえ 安易に1回受けたから上級クラス経験者クラスっていう選択はむしろえ皆さん方の合格を遠ざける可能性があります。というのも、まあ、今年の試験を前提に考えた場合各予備校において配点予想っていうのは違いますから確実的に言えませんけど今言った40点前半ぐらい以下の状況になってる場合っていうのはあの基礎論点の部分での失点が結構出てるはずなんですね。 で基礎論点の部分の出展が結構出てるってことは、まあ、結局のところそこの部分がまだ本来固固めなななきゃいけないいけところ固まってないんですよでそれがね得点できてないということはそのまんまいきなり上級レベルのすなわち受験経験者クラスの授業をやってもですねプラスアルファの論点ばっかりやることになるんで土台の部分が固まってないのに応用論点見たってですねそれは形に走るんですね。で各予備校が使ってる教材と全く同じ問題が出ればいいですよ。 ただ母規論なんていうのはひねりひねねりりでで問題を作るわけでしょ僕なんかよく言いますけどボキロンで必要なのは知識じゃなくて知恵ですからその場その場で臨機応変に持ってる知識と知識を組み合わせて問題タイの仕方を考えなきゃいけないわけですからそうなった時にその土台の知識のとこが固まってないものは知恵は使えないんです絶対だからそうなってくるとまあ一つの目安ですよ一つの目安ですけど やっぱりその40点前半以下ぐらいの点数の状況になってる場合にはやっぱり基礎の部分を結構大きく失点してる可能性が高いのでそういう方はあ無理して上級ククララススとか受験経験経者クラスに行く必要は僕はないと思う僕はねもう一回別に初学者向けのクラスだっていいじゃないですか初学者向けのクラスが受からないなんてそんな選定はしてないはずですからどこだってだから初学者向けのクラスを使ってしっかり基礎固めをする本来取らなきゃいけなかったところをしっかり取れるようにする。 でその勉強するときにぜひ意識してほしいのが特殊ですね馴染みのある論点そのいうのが、まあ、典型的に言うと簿記の2級とか3級やったときに見たことある論点が税理士レベルに引き上がってる問題ってあるでしょそういうのって後藤出したときに回答解説見て分かった気になる人って非常に多いんですね分かります言ってること例えばですよ固定資産売却なんかでも複雑な問題ってあるじゃない簿記論なんかだとでああいうのって答え間違えたときに解説見てああこういうことか あそれで分かった気になるんですね。いや解説見て分かったんだとは思いますよ。分かったんだと思うんだけど、えそれで終わっちゃだめなんです。解説見て、ああ、こういうことね、分かる論点だってことは、本来それは取らなきゃいけない論点なんです。ってことは、むしろそういう論点こそ、なんで間違えたのか。なんで問題解いた時に正答だけ出せなかったのか。それをしっかり自分の中で紹介しなきゃだめ。分かりますね。 解答解説見て、あ,あ、こういうことね、終わっちゃうんです、大体。見慣れた論点で。だから、次も間違えるんです。そういう人って、そういう人って、大体ね、日商簿記の見たことあるような論点。まあ、うちで言ったら、一文冊目とか、二文冊目。基礎教材の一二文冊目で、大体そういうのやるんですけど。そういうところのね、正答率が低いんですよ。で、僕が言ったら、低いってのは例えば問題集やってもらった時にね。まあ、今言った有形向けの固定資産の基本的な扱いでもいいよ。有価証券だっていいよ。 現預金だっていいよ、ねまあ、現預金で銀貨の話とかあるじゃないですかであんな論点だっていいんですよああいう問題の正当率問題集といで正当率がね80%とか85%ぐらいかないんですよ、まあ、いいとこ行って90%で90%とかって高くないからね合格正当率高くないでしょだって銀行勘定調整表に関するような話とか有権向けの固定資産なんかだって変な言い方ですけど日商簿記の三二級の受験生だってやってるわけですからでしょ 確かににそれが税理士レベルに引き上がってますよ引き上がってますけどじゃあそういう問題をご自宅の問題集解いてる段階で8割9割の正答率高くないでしょだってなじみがあるんだからなんでっつったらやっぱり確実に合格する人たちってそういう論点は基礎論点でなおかつ出る可能性高いの知ってるからちゃんと攻めてくるんですよ。だから日々の勉強の段階で使ってる問題集で正答率9割って低いですよ。足りてない。 で足りてないしもっと言えばそういう論点だからこそ間違えた時には重く受け止めなきゃいけないんです。でそういうスタンスをちょっと大事にしながら簿記論の勉強ってやった方がいいよ。で変にとっぴな話ができなくったって別にいいんですよ。え僕はもう常にひんそれ言ってる。ねデリバなんて無数に項目存在します。全てのデリバに関する処理ができますかできませんよんだもん。ねいいんですそんなのどうせみんなできねえんだから。で もう極端な話で言うとうちの学校の場合ですよ私のクラスなんかまさにそうですけど一昨年だっけあの連結出ました第2問で。で連結ちょっとレベルが高かったんですけどレベルが高い連結なんかやんなくていいって僕言ってますからだから僕の受講生やんなかったですよやんなくったってその年5歳ダブル合格いっぱい出てますよ。なんで所詮第2問の問いの4番じゃん第2問の問いの4番知らねえものを考えたってしょうがないじゃないですかじゃあどうするのその時間でうちの受講生は第1問を徹底的にやり第2問の123やったんです。 そうすると全体としてよ連結なんかが得意だからそっちをじっくりやったことによって第一問を落としてる第二問の問いの一番でそんなん取れてないそういう人に比べて増たるの点数の高いんだもんだだってだからその年別に連結全くやらなかった受講生うちの受講生いっぱい受かってるんですよ。そういうことなのよ。ねだから簿記論で必要なのって変に突飛な論点をしっかり倒することじゃないんでです基本の論点がちゃんとときることなんです。 基本の論点ができる人が応用論点やるから意味があるんであって基本の論点でちょろ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 失点してる段階でね応用の高い論点やったってしょうがないんですよ。<え>それはやっぱり意識した方がいい。<え>今年の試験だとそうじゃない。え帳簿体系出たでしょ第一も。確かに特殊仕訳帳複数仕訳帳制度の話です。ただ帳簿なんて母論のの基本の木でですよそうでしょ だから私どもの授業では当然一番最初に大陸手段の ABC をしっかりやってもらうしそもそもですよ基本なんだからでそれがなくてボギロなんかできないでしょでさらに言えばそれが分かんない人が特殊仕訳書の話なんか分かるわけないんですでだからああいったところっていうのは当然ちょっと今年の特殊仕訳書なんか大用度が高いから一部できないところがありますうちやってもできないですけどただ全く0点ならないですから土台のところがちゃんとできてれば点数取れてるんですそのための対策してる ね、だからそういうことなんですよだから基本だよっていうところをしっかり大事にこなしていけば簿記論は決して成果が出ないものじゃないで財表に至ってはもっとそれが顕著です財表の計算で僕は目標40点で常に言ってますそれはなんで別にできないものやれっつってないできるんですよだって私のクラスの受講生さん今年の方もそうだけども去年までの方も普通に本試験で40オーバーなんか出てますから出るんですよ財表は 計算問題第,5問で第3問で50点採点のうち40点以上の得点なんか全然できんの今年はまだ自己採点の状況ね全部が全部つまびらかになってないけども、あのー、だってきょ去年の話だとそうだしね自己採点ベースですよこれはあくまな括行予備校の自己採点ベース最大値で言ったら47点とか48点ざらにいますからねで他校さんなんかで考えれば50点満点普通にいるじゃないですか財票って出るんですよ出るんですよ だってそれは簡単な話で 5kg ほど応用が高くないから、まあ、基本的に何しろお金しろと書いてあるんだからああしたがってちゃんとやるべきことをやれば代表の計算はもっと点数に伸ばせるはずなんです。で今は計算力メインの時代になってるんだからそこをしっかりとこなしていけば決して40って難しくないんです。ね、だからそういったことをやっぱりしっかり意識するじゃあそういった高得点を作り出すために何が必要なのか基礎がダメですよ、ね、だから あ別に僕ねお説教すするつもりななんか全くないです是非、まあ、今悔しい気持ちにいらっしゃる方々にもう一回認識してほしいのが論や表でしっっっかり結果を出すために大事ななことって何なのって話だから今の話じゃないけどねえ例として挙げましたけど有形固定資産だっていいよ無形固定資産だっていいよ有価証券だっていいよ、まあ、ある意味基本じゃないだって全部二級まででやってんだからそれが税理士レベルが上がってるだけそういう論点間違えた時こそ大事にしないとダメです。 ただ単純に解説見て終わっちゃうこれはダメなんです解説見て分かった気になるこれが一番ダメ。ああこういうことね。確かにそういう見直しはあると思うよ。でそれはそれで見直しはするんだけどもそうじゃなくて解説見てすぐ分かるものが現時点答案作った段階でできてないことほどえこれは重く受け止めなきゃダメですよ。<え>だってもう端的なし皆さんが解説見てああこういうことね。ああこういうことね。分かるじゃん。分かるってことは。 それ答案にちゃんと書いてる人がいっぱいいるってことですよそうでしょそれが差になるんですよだからそういう論点こそ間違えた時に大事にしないといけないね。そういうスタンスを大事にしながら勉強は進めた方がいいね。そうすればきっと成果は出てくるだからあー必ずしもね受験経験があるから上位のクラス経験者のクラスとかじゃなくて まあそういったところが弱いなというふうに、もし考えるところが多いんだったら、あえて初学者向けのクラス。全然ありなんです。全然ありなんです。ご自分の置かれてる状況に即して、来年以降の受験計画ってのは立てればいい。まあ母材なんかもそのまんまね、もう一回チャレンジするったんだ、そういうのも一つ。または一つの考え方としてね、ねまあ、今年一旦ボギノン財表を一生懸命やった。ね自分なりにはうまいこともあったと思ったけど結果がついてこなかった。まそういう時も正直あると思う。 でだったらばもうすでに9月から税法入っている方々でいらっしゃればその税法にまずは特化してやってみようあとから結果出てからもち論ん財評戻るそれでも僕はいいと思う、ね、それでも別に僕はいいと思うだからそれはお一人お一人の状況によって違いますから確実的にどうこうっていうことではないんだけどもまあどうしてもね繰り返して悪いけど税理試験ってのは難関ですみんなが一生懸命頑張った本当に頑張って頑張って頑張り抜いた人たちだけがあの試験会場に集まってる 基本的にそういうことです、まあ、全員とは言わないけど中にはちょっとお試しみたいな人もいますよただお試しで来るとかとりあえず受けるとかそんな人って全体で言ったら多分10もいないと思いますよ僕だってそんなの分かんないじゃんあなたお試しとかあなたとりあえず来たのとか聞けないしねそんなのでも普通に考えればいかんでしょうそんなの、ね、わざわざ夏の暑いなんか不便なところまで えそんなところまでね行くことないじゃない行かないですよだからやっぱりそこは勝負を賭けにした人たちしかいないその中で競争試験ですから厳しいところもあるだから必ずしもうまいこと実力が出ないときもあると思うただ繰り返して悪いけどこれはね皆さんにとってある意味いい経験なんですここで悔しい思いしたものをね二度と同じ気持ちにならないようにするためには これを経験として生かして来年以降どうすればいい結果につながるのか1年間勉強をやった結果として自分のどこがどう間違ってたのかどこが足りなかったのかそこをしっかりと再認識していただいてねその上で来年にに向けて学習計画といいいいいうううものを組んでたただきふ思まあ私どものレックであればあまあ基本的には上級のクラスっていうのもありますけどもね まあそれは先ほど申し上げたとおりお一人お一人の得点状況なんかを勘案して選ぶべき講座というのはご選択いただくべきだと思うしで自分一人で判断がつかないということであれば私どもスタッフが専門スタッフがおりますんでお気軽にメールであったり電話でご相談いただければそこは順次お一人お一人の状況をお聞きしながらね最適な講座をご提案することもできますしで私もまあいつもいるわけじゃないけどあの水道橋港 であればあ毎週日曜日なんかは授業でいますんでね、えー、その時にでもちょっと寄っていただければまあ,あ事前にできれば連絡頂い,いておいての無難だとは思うんですけどおご相談させていただくことは全然可能なので、まあ、そういった機会を、ね、使えるものは使っていただいてね、えー、来年以降、ねえー、残念な結果に終わってしまった方々はそれを糧としていい結果につながるようにねぜひ前向きに捉えていただきたい。ね まあ,あ本当にねなんていうのかな私も今年の試験、まあ、毎年そうなんだけど結果を受けてね、まあ、やっぱりちょっと切ないなっていう気がするところも正直あります。ね。もうできればねあんだけ頑張ってきた姿を見てるからみんな受かってほしいし受からしてあげたい。ね、でそれぐらいの僕は資格があるとみんな見てて思う。 でえ僕が見ててない人たちだだって多分そううと思うよ本当にこれはお世辞でも何でもない、ね、みんなそれぞれの状況でやれることを最大限やってるはずだからだから気持ちとしてはね本当にみんな受からせてあげたいなという気もするただそれが叶わないのが難関試験やっぱり競争試験といって形態をとっている難関試験の特性なんだよね。ねで もうぜひ皆さんにはあ一生懸命頑張ったけど成果が出なかったって人には来年僕はリベンジしてほしいなというふうに思いますんで、えー、また皆さんもねぜひ前向きにそういう気持ちになっていただきたいというふうに思いますから今申し上げたようなあ少し勉強のスタンスでものを参考にしながらね、えー、来年以降、ね、ご自分の目標に向かって進んでいただけるとおありがたいなと。 いいうふうふに思います、まあ、どうしても毎年僕ねこれあのとんでもない話になっちゃうんだけど、まあ、今後の対策としてやっぱりそういったところをしっかり理解するっていうのは大事だと思うのでできればねもう見たくもないかもしれないけどもう一回ね今年の本試験の問題解いてみるといいよ。募金論でも財表でも。ね、募金論を受けた方は募金論です。財表を受けた方は財表です。あえてやるんであるならば結果が出なかった方をやった方がいい。で結果が出なかった方を解き直すことによって結局自分の弱点がどこなのかってよくわかると思います。 ああここのところができてないこ、ね、ここのところができてないけどどうしてこういうことを出したのかどうしてこれが自分はできないのか、ね、その時に普段の勉強のスタンスとしてどうなのかでむしろその内容についてもこれは間違えてもいい論点なのかこっちは取らなきゃいけない論点なのかそういったところがもし分かんなければ、ねえー、そういった相談なんかを、ね、各予備校の先生なんかにするというのも一つだと思いますよ。ね、でそういう形で是非もう一回ね本試験の問題解いて。 ご自分のの状況というものを勘案して、何が自分にとって足りないのかということが見えてくるところもあると思うんでね嫌かもしんないけどそういった形で対応するというのはこれ一つ大事だと思います。で是非ねそういうスタンスでえ状況把握をした上で来年向けてえ取るべき道というものをご自分の中で見いだしてほしい。まああんまり長いことねお話してもお説教みたいになるのも良くないけども。 僕はあとりあえず皆さん方の中でね本試験の会場に行ってくださったそして勝負をしてくださったそういった方々に対してはあ結果の遺憾を問わず最大限のお敬意を持って、えー、お疲れ様でしたということはお伝えしたい。ね、で来年は来年こそは今度皆さん方残念な結果に出た方なってしまった方々が笑う時です、ねえー。いい結果はきっと出せる。今年の経験があれば 頑張れるはずそして来年の結果につながるはずそしてこの後の税法の科目にもつながるはずですいいんです一回悔しい悔しい思いしたって皆さんの最終的な目標は税理士になることだって、ね、最終的にいつ揃って現場に出れば同じだから、ね、1回落ちようが2回落ちようが関係ない、ね、大事なのは現場に入った時にどれだけ人に必要とされるかじゃない。でこういうい経験を積んでね 悔しい思いして辛い思いした人たちはしっかりと現場に向き現場に行って仕事をする時だって向きますよ。苦労を知ってるから、そうじゃない。苦労を知ってる人は苦労を知ってる人の話が聞けるじゃない。苦労を知らない人は苦労ししてる人の話なんか聞いたって分かんないですから。ね。だかこういったくらつや苦つらさというものを経験することは決して皆さんにとって無駄なんかならないから。ね。えー、辛いかもしれないけどぜひね、少し気持ちを落ち着けて。 えー、前向きに、ね、これは捉えてほしいな、というふうに僕は思います。ね。はい、ということでございまして、まあ、私どものレックの方でもですね、各種講座の方をご用意させていただいておりますし、まあ、一応なんかうちの営業はこんなん持ってきたんでね、あのー、まあ、簿記会計の科目であれば、私が担当している母材横断、速習コースっていうのもあれば、スタンダードな簿記論財票の速習コースっていうのもあるし、さらに言えば上級、えー、上級クラス。 経験者向けの上級クラスっていうのもありますから、まあ、特にその経験者向けのクラスを選ばれる時と標準の初学者向けのクラスを選ばれる時っていうのは一つねご自分の今回の結果というものを参考にしながら講座選択はされた方がいいです。ねえ別に初学者向けは駄目だってことはない上級経験者向けだから受かりやすいってそんなこともないご自分の今受かれた状況に合った勉強をすることが大事。小学者向けのクラスだって普通に母材であれば ダブル合格今年だってしてしるんだからいいっぱいもうすすすでででに3人以上連絡来てますからできるんですよ、ね、だからそういったところですからねご自分の置かれてる状況をしっかり見つめてご自由に合った講座を選択する、ね、これはうちに限らずどこの学校でもそうだと思いますで,、ね、で繰り返しになりますけどおその時に、まあ、それぞれの講座の選択するにあたってね各講座の特徴みたいなものもっと詳細に知りたいということであれば私どもレックの方でもお問い合わせはいただければいいし。 他の予備校さんだだってご相談いただくことは当然できるはずです、ね、えー、で合わないなと思ったらもうどんなに影響を受けたってもやりませんって言い合い,いんだからねそうでしょ私は自分のやるとこでやるんだ言い合い,いんだからねそれは相談は絶対にいいじゃないすればいいよね大事なのは皆さんがだ結果残すことだからねえー、その前提でねえ是非前向きに捉えてさ まあ少し2、3日ゆっくりすればいい。ね、やっぱり疲れも出るところもあるだろうから、結果届くとね。まあ、それは少し、ね、気落ちするところは気落ちしたってもしょうがないよ。無理して元気にすることはない。でも、いつもでもいつまでも気落ちしてもしょうがないんだから。ね、2、3日は少し落ちてもいいけども、そしたらね、えもうよし、ここでやろうと。う散々落ち込むことは落ち込んだし、もういいわと。ね、できれば気持ち切り替えて。来年に向けて、ね。え、えー、もうぼちぼち、月も変わるじゃない。 12月だからねねよし年末のうちに来年向けて動き出そうというふうにねぜひ前向きに捉えてくださいねはいということでございましてなんかちょっといつもなんかよもやま話みたいになっちゃうんだけどまあとりあえず今日ね結果を受けての ガイダンスとといいうことで少ししご案内させてもらいましたで繰り返して悪いけども、あのー、もしね私どもレックの方の講座の特徴と詳細知りたいということであればそこはご遠慮なさらずねうちのスタッフなんかも対応できるようにしてますんで是非、えー、ご遠慮なさらずどんどんご連絡いただいてご相談いただければと思います。ということで以上で本日の合格発表を踏まえた今後の対策ということで少しまあ勉強の指針にもなるかなというようなことをお話しさせていただきましたんで。 まあ、あとはいろんな先生のねお話なんかも聞いていただきながら今後の道というものを考えていただければと思います。はい、以上で本日の講義は終了です。皆さん、えー、本当にお疲れ様でございました。来年に向けてぜ、ね、ひ頑張りましょう、ね。いい成果を残しましょう。そして現場に入って活躍できれば、ね、今年の経験も決して無駄ではありませんからぜひね前向きに考えるしてください,、はい。以上で今日の講義は終了です。皆さんお疲れ様でございました。